魔王の城が近いですからね。いいですか皆さん、十分気をつけるんですよ。はい、やっこ頑張ります。あ、はい、お願いします。やっこちゃん張り切ってますね。イーヤも大丈夫かな。イーヤさん頑張りましょうね。おう、おりちゃんもな。伝説の聖戦士というから何かと思えば、何が愛と勇気と希望の聖戦士だ。来るがよいチャチャ、貴様を倒せば王家の血筋は全て絶える。このわしが真の支配者として君臨する時がやってきたのだ。我に忠誠を誓う魔族の者どもよ、心してかかれ。お任せ。了解。ここが大魔王の城。そうです、皆さん心してかかるのですよ。お父さん、お母さん、必ず助けるからね。怖いわ怖いわ。何かお家に忘れ物したような。頑張ります。シロビー様、気をつけてください。大魔王のこと、何が仕掛けてあるか分かりません。大魔王はどこにいるの。きっと一番上の階でしょう。お、でっかいブドウだ。え、ブドウ、チャチャさん、あれはブドウが落ちてくるぞ。ブドウじゃありません、鉄球です。あらあら、この程度の罠で慌てて逃げるなんて。みんな修行が足りないわね。おや、ドロシーちゃん、さすが動じないですね。そんなことぐらいで騒がない騒がない。でも動じないっていうより動けない方が正確じゃない。そんなことないわよ。そうですか、じゃあ行きましょう。ちょっとセラビー。なんですか。あんた分かってて言ってんでしょ。急ぎましょう、みんなが心配です。心配される方がいい迷惑だわよ。あ、 あんたたち何とかしなさいよ。ダメです、立ち止まると危ないです。いやいや、よ不作です。ここどこ、ガスでしょうか。私たち二人だけね。こら、仕方するな。あら、いたの、ごめんなさい。あれ、これはこれは、かわいいお嬢さん方だ。この世に私ほど強くてかっこいい男は存在しない。私は吸血鬼のキューちゃん。急に頭痛が。何しに来たの。あいつの弱み知ってるわ。弱そうだものね。うるさい。お前たちの血を吸い尽くしてやる。私は努力と根性と大魔王様の魔力でパワーアップしたのだ。どの子も可愛くて美味しそうだな。あのね、この子はちょっと変わった。よいしょ。
苔にしよって闇にうごめく我が眷属どもよ、この娘たちを捕らえよ、我らが暗黒の住処へ誘わん。一緒になって泣かないでよ、私たちは負けません。この他人法闇隠れ。そうよそうだわ、私たちは愛と勇気と希望の聖戦士なのよ。バリバリリンバリバリリン。ゴラ、あんたはオラガイか。にゃん、これはサザエよ。たくもマリンちゃんはともかくオリンちゃんまね。うん、なるほど、お姉さんとしては一番にこのキューちゃんに血を吸われたいと。違うわよ、そりゃはっきり言って私が一番おいしいとは思うけど。それなら話が早い。だからってあんたになんか。くらえ、手のひらに太陽をエース。に私を無視するのはやめろ。目が真っ赤です。おまけに涙ボロボロ。かっこ悪い。ちょっと待った。何やってんの。お化粧直しみたい。でも吸血鬼って鏡に映らないんですよね。思わず我を忘れるところだった。私は吸血鬼のキュウちゃん、世界で一番かっこよく、世界で一番モテモテのいい男。何言ってんのよ、鏡に映らないくせに見え張っちゃって。ねえ。えい、うるさいうるさいうるさい。誰が何と言おうと私が一番かっこいいのだ。かっこいいやつは強いのだ。この主人公火薬玉。お前何の。ものの女の敵に容赦は不要。百歩地道の強力化をでかくなるぜ。でよ、お母ちゃん人のこと言えないわ。キャー、ひどいわ、怖いです。あんたらね、さあ、あともう一息よ。これが私の姿。この世で一番強く、かっこいいと言われた私の。いい？みんなで一緒に、せーの！うさぎさん！違う、違う、違う。私は世界一かっこいいのだ！やったわ！さすが私たち、愛と勇気と希望の聖戦士ね。最初からの作戦通りだわ。そうよね。そうでしょうか。あ、キューがやられたです。大丈夫でやんすか。慌てるな。大魔王様、見よ我が邪悪のオーラを。すごいでやんす。わしのパワーの源は邪悪な心なのだ。我が忠実なる魔族たちが滅ぶたび、邪悪なエネルギーがわしに集まってくる。ジャジャ、我が魔族を倒せ。倒せば倒すほどわしのパワーは増大するのだ。Thank you.
すっかりはぐれちゃったわね。そうですね。心配だわ。心配されてたりして。うん？あんたは心配じゃないの？心配です。足元を救われそうなほど不安が。足元？え？救われた！大丈夫ですか？なんなのよこれ！床がいきなり砂になるなんてあり？ありなの。私火山弾ちょっと眠いの。なにこいつ！こいつ？そういう失礼な言い方すると怒っちゃうわよ。怒っちゃうのはこっちよ。そのこと転ばしといてタダで済むと思ってんの？あ、ダメ、怒っちゃいそう。さっさと道を開けないとぶっ飛ばすわよ。かわいい、とってもかわいい、一目惚れなの。結婚して。あっちと結婚してよ。いやいやいや、僕のね、シンプルに一緒に暮らして。わかりました。やってみましょう。結婚。やめた方がいいですよ。この人はお料理も家事も何もできない人ですから。可憐な少女の時とは違って相当歪んじゃいましたから。そうじゃないって。あんた、私の結婚邪魔する気ね。カザンだ。私許さないわ。カザンダンボー。悔しい。回って回って、ほら大きいの。あら、いや、いやだよ。ちょっと出してよ、出して。さあ、行きましょうか。少女時代？性格歪んでる？あら、ドロシーちゃん気にしてたの？変態さんに言われたかないわ。私たちいいコンビかもしれませんね。え？なに？いきなりスラビったら。何してるんですか？置いてきちゃうわよ。ひどい目にあったぜ。でもここはどの辺なんでしょうね。わかんない。お城の真ん中辺なのは確かなんですけど。俺に任せろ。いいや、お願いね。ま、こういう時だし、いい格好させてやるよ。シーネちゃん、素直じゃないな。道は間違ってないみたいだぞ。大魔王様、茶々たちはもうすぐそこまで迫ってきているだす。ヤンス、大魔王様の意味は。茶々、茶々さん、うん、
愛よ、勇気よ、希望よ。私を始末してやろうか。リーア、シーネちゃん、離れて。でも大魔王、相手は私よ。カロ、これを喰らえ、マジカルプリンセス。バードシールド、ビルド・アン。こいつも同時に受けられるか。気のようです、ご覧なさい。どういうことなの？影武者です。おそらく大魔王の魔力で無理やり変身させられたのでしょう。そんなたぎるたぎる血がたぎる。チャチャ、お前の最後は王家の最後だ。心配することはありません。大魔王は必ずこの城の中にいます。チャチャのおじいさん、ジーニアス大王様の結界のためにこの城から出ることも逃げることもできないのですから。大丈夫よ、チャチャ。あなたには愛と勇気と希望の聖戦士がついているわ。
そうだ、大魔王を必ずやっつけるぞ。キャッチャさん、頑張りましょう。私、リア君と一緒に頑張るわ。私も、シーナちゃんと。私も頑張るわ。ヒラリー様と一緒にいられるのとっても幸せですもの。船長、力の限り戦うぞ。でも、か弱い乙女を守ってほしいような気持ちも。よし、大魔王を倒すぞ。おー、盛り上がってるわね。本当に大丈夫？さあ、どうでしょう。大魔王ってやっぱり強い。セラピー先生もヤッコちゃんたちもみんなやられちゃった。ディアとシーネちゃんも倒されちゃってマジカルプリンセスに変身できないよ。こうなったら私の魔法で戦うわ。お母さん、お父さん、私が必ず助けるからね。大魔王になんか絶対負けないの。みんなも応援してね。次回、愛と勇気と希望の大